ネットフリックスの誕生秘話、他のサービスと違うポイント、プランの比較、そして何と言ってもインド映画ファンの方ぜひ必見です。配信サービスネットフリックス、会員がたくさんいるからこそみんなが見たいものを脚本に盛り込んだ作品がオリジナルコンテンツなので、面白い作品が誕生します。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。とうとうですね、この日がやってきました。ネットフリックス加入の日。1997年に現 CEA リード・ヘイスティングスとソフトウェア会社の役員だったマーク・ランドルフによってカリフォルニア・スコットバレーで設立されました。ヘイスティングスはですね、アポロ13のビデオテープをレンタルした際に返却期限に間に合わず40ドルの延滞金を払った、もうこの経験がきっかけでですね、1998年に30人の従業員と共にウェブサービスによるレンタル DVD サービスを世界初で始めました。定額 DVD を本数制限なしにレンタルできるこのサービスは、延滞料金、送料、手数料、全てが無料というですね、その当時ですね、画期的なアイデアでした。そして2007年のまでの DVD レンタルサービスからストリーミング再生に移行されます。日本ではですね、その8年後2015年の9月に開始されます。2019年の説明会でです、今まで非公開だった日本国内の会員者数を一般向けに公表しました。競合サービスであるフールワウワウを上回る300万人のですね、会員を持っていたということがその時判明しました。なおですね、全世界では1億8000万人加入されております。これはですね、日本の人口を超えております。すごい。まず一つ目、ドラマやアニメのオープニングやエンディングをカットすることができる。長く見ているとオープニングとエンディングいらないなっていう方もいますよね。カットしたい時に早送りして、あー行き過ぎたみたいな感じあるかと思うんですけども、このネットフリックスボタン一つで一気にカットすることができます。二つ目、ネットフリックスオリジナルコンテンツがすごい。巨額な費用がかかっている作品、見て視聴者会員が求めているものをですね、 AI で分析したもの、会員がたくさんいるからこそみんなが見たいものを脚本に盛り込んだ作品がオリジナルコンテンツなので、面白い作品が誕生します。すごいのはですね、ネットフリックスの収益の約8割をですね、そのコンテンツにかけてるんですよ。もうバカじゃないですかね。と言いつつもですね、私監督まだ一本もですね、ネットフリックス見てません。これからですね、契約して、ネットフリックスオリジナルコンテンツがどれくらいすごいのかをですね、実際に見て、よかったら映画レビュー、ドラマレビューをしていきたいなと思っておりますので、ご期待ください。三つ目、視聴者に合ったマッチ度、レコメンド機能が優秀。こちらはですね、他の配信サービスもあるかと思うのですが、これがかなり優秀というわけなんですよね。そこからなんか見て、あ、これ好きなんじゃないみたいな分析されて、その人に合った作品がおすすめ欄として出てくる。だからそれをまた見て、でまたさらに面白いものありますよっていう、まあ沼ですね。はい。5つ目、全世界でですね、サービス展開してますので、例えばそのアメリカに行ったらですね、アメリカのネットフリックスの番組が見れる。フランスに行ったらフランス、インドに行ったらインドの、その国に行けばその国のネットフリックスがですね、見れてしまうというですね、最強ですね。そして6つ目、CM が入らない。ここもですね、まあ入らない配信サービスはあるのですが、監督が今契約してます Amazon プライムもですね、CM 入ってくるんですよね。はい。まあ YouTube もとかも入ってくると思うんですけども、このネットフリックス、CM が完全カットされております。いいね。強みなんです。7つ目、対応デバイスが豊富。はい。まあ、テレビやパソコン、そしてスマートフォン、プレイステーション4、タブレット、あと Fire TV ですね。再生できます。素晴らしい。自宅でも外出先でも見れてしまいます。で、あともう一つなんですけども、出ている映画やドラマはですね、全部見放題プランに入っております。Amazon プライムでしたら、あ、この作品見たいと思ったら有料だったってことはですね、結構あるんですけども、Netflix のコンテンツはですね、全部見放題プランに入っておりますので、もう気にせず、あ、これ見たいなと思ったらすぐ見れてしまうところですね。で、特にその監督が一番ですね、このネットフリックスに入りたいなと思ったきっかけは、インド映画がたくさん出されているところ、他のサービスでもあるかと思うんですが、このネットフリックスの中に入っているインド映画の数が尋常じゃない。テレビとかタブレットとかでもできるんですけど、今回はですね、スマートフォンのその画面をですね、共有しながら契約プラン進んでいきたいと思います。こちらにですね、ネットフリックスの画面が出ております。はい。ではメールを入れましたので、始める。続ける。
ステップ2、無料体験が終わるまで料金は請求されません。無料体験3日前にお知らせが来ます。ありがたいね。いつでもキャンセルできます。というわけでですね、では視聴プランを見たいと思います。今現在ですね、3種類出ております。ベーシック、スタンダード、プレミアムです。で、一番安いのがベーシックプランですね。まあ画質は 480p って、まあ、正直かなり悪いです。同時視聴は一つだけで、続きましてスタンダードプラン、おそらくこのプランをですね、契約される方が一番多いかと思います。画質は 1080p です。で、同時に2台まで同時視聴ができます。これに余裕がある方、家族で見たい方ですね、はこのプレミアムプランですね。料金はまあ1800円の高いのですが、画質がむちゃくちゃいいのと、同時視聴はなんと4台までいいですね。はい、ではですね、監督自身どのプランを選ぶかと言いますと、やっぱり映像クリエイターとしてはやっぱ映像は絶対綺麗な方がいいんですよ。伝わるですね、感動とか体感、感情、それはやっぱり綺麗な方がいいということですね。まあ1800いきたいんですけども、ちょっととりあえず1200円のスタンダードプラン、こちらをですね契約していきたいと思います。では続ける。最初の30日間は無料でプレミアムプランをお楽しみください。あ、なるほど、最初の30日間はもう必然的にプレミアムプランをですね選択してくださいというわけなんですね。ではクレジットカード入れます。では初めの1ヶ月はですねプレミアムプランで体験したいと思います。メンバーシップ会員になります。はい、きたー、ネットフリックスへようこそ。2020年11月11日までにキャンセルをすれば料金が請求されることはありません。まあ、多分続けますね。ネットフリックスをお楽しみいただいている場合、特に何も手続きをしなくて、無料体験終了後メンバーシップは自動的に継続されます。続きまして、他にどなたがネットフリックスを使用されますか。はい、私一人暮らしですので監督しかいません。はい、監督さん、お好みの作品を3つ選んでください。このストレンジャーシングスすごい見たいんだよね。リゼロ見たいな。日本沈没、全裸監督、まあリゼロかな。じゃあ続ける。はい、監督さん専用にパーソナライズ中、いいね。無料アプリをゲットしましょう。はい、まあ多分スマホでは見ないけども、一応アプリ入れときたいと思います。ダウンロードしましょう。入手。はい、で、ここからですね、スマートフォンアプリで進んでいきたいと思います。ではですね、ここにですね、スマートフォンアプリが入りましたので、ここから入っていきたいと思います。おー、許可。ネットフリックスへの登録をご希望ですか？はい、ログインします。はい、では監督。自宅の Wi-Fi 環境を使って、この作品見たいなと思ったら、例えばスマートフォンにダウンロードをして、外出先でギガは関係なく再生することもできます。で、このマークがついている作品のみダウンロードできるというコンテンツらしいです。あー見たい。あー、これももう見れちゃうんだね。トップ10。人気急上昇。まもなく配信。あ、ちゃんと動画としてはこれ、再生してくれるんだね。その頭の部分が。ここの検索ボタンを押すことによっていろんな作品が検索できます。で、個人的に監督がですね一番考えてるのはインド映画なんですよね。インド、これが見たいんだよな。あー、もうこの時点でやばいぞ。出ました。おお、ダンガル。ダンガルあんの？ラガーン見れんの？あ、絶対、あ、ハッピーニューイヤーはやばいよ。これは激ヤバ。これ見てないんですけど、 YouTube のダンス動画を50回ぐらい見た。ただ2時間58分ですね。はい、全てのジャンルを押すと、はい、こういった形でそれぞれのジャンルがたくさん出てきます。インディーズ、なんだあのインディーズ映画もあんの。インディーズ映画、あー、なるほどね。なるほどなるほど、はははあ、カメラの止めるのも一応インディーズか。はい、たくさん見たい作品がありますね。はい、というわけですね、いかがだったでしょうか。 Netflix 興味が出た方はですね、下の概要欄にですね、サイト貼っておきますので、興味がある方はぜひですね、入ってみてください。ちなみになんですけども、ログインしなければですね、ネットフリックスの中に入りませんので、例えばですね、このインド映画あるかなって調べようとしたらですね、ログインしなかったらですね、検索が使えませんので、そこはご注意ください。はい、というわけでですね、ネットフリックス今回いろいろ紹介させていただきました。こちらのチャンネルではですね、自分の好きな映画だったりですとか、商品レビューを中心にいろんな動画を出しております。興味がある方はですね、チャンネル登録をして、他の動画もぜひご覧ください。今後なんですが、ネットフリックスオリジナルコンテンツの映画ですね、まあ、あとドラマも見るかな、なんかそれですごい響いた作品があればですね、こちらの動画でですね紹介していきたいと思いますので、興味がある方はですね、もうチャンネル登録今のうちにしといてください。時間作って映画鑑賞したいと思います。また次の動画で会いましょう。